お願いいしますはいえー、皆さん、えー、この講習会後期のオンラインの講習会受講ありがとうございます、えー、これからはですね、まあ、導入部分として、えー、この、えー、12月から来年の3月までのオンラインの配信の、えー、このテーマを、えー、今日説明をしていきたいなとそういうふうに思っています。それではまあ早速あの白馬のの見てください、えー、後期のオンンライン ですね、まあ,あの12月から、えー、始めますので後期にしました、えー、テーマ、えー、権利探求から応用変化へと、ねえー、以前ね昨年は権利退官、えー、次は前期は、えー、権利探求、権利を探求していく、ねえーきえー、探して極めていくとで今度はですね、えー、それから応用変化、まあ、展開していくとこういうことになります そして、えー、技術だけではありませんのでやはり技術修練から人づくりを学ぶと、まあえー、ちょっと大きなテーマになるんですがこういうふうなテーマで、えーとえー、やっていきたいなと、えー、そういうふうにあの思っております。はい、ね今回で、えーえー、のテーマこうなんですがまあ一つの、まあ、方針というのか、えー、柱になるものはですね 健康増進精神修養五神連単の三徳に焦点を当てて考えていきたいなとそういうふうに思っております。でまあ健康増進、えー、少林寺憲法をしてねあの、まあ、腰を痛めたりっていうようなこともあるんですがやはり少林寺憲法を、えー、年齢に応じてこうやっていくことによって修練することにやっぱり健康を維持していくあるいはもっともっと健康になっていくね。 七十前の人が入って、えー、なかなか動けない、というような方がですね。何かやっていくうちに、だんだんと体が動けるようになって、元気になったということ。だって、もちろん、こういうこともありえますああの。ありますから、そういうことを私は聞いております。やはり、やっぱり、健康増進ということが一つの,あのキーワードでもあります。それであのこの、えーとえー、オンラインではですね。えーまあ、技術そのものが即、健康につながる、というようなあの形には。 なならないかと思うんですがただですね今やっている健康プログラムということがありますのでそれをですねまあ、えー、この機会にですね少しずつあの皆さんにご紹介していこうとそういうふうに思っております。ねあの、えー、まあ繰り返し見ていただくことはできますのであのこの健康増進のところのまあ 健康プログラム少林寺憲法の動きをの元にした健康プログラムをですね皆さんがやると同時にできたら家族の人にも入ってもらってね例えば奥さんに入ってもらうあるいは旦那さんに入ってもらうあるいはおじいさんやおばあさんにちょっと入ってできる範囲でやってもらうというまあそういうこともいいんじゃないかなと思いますので,まあで今回その部分を取り上げさせていきたいなと思います。 それと精神修養、五心伝誕というところはしっかりと焦点に当てたいなと思います。その部分を少しこちらの画面を見てください。で説明します。えー、精神修養というようなことになります。精神修養、私がここでこう考えるのはですね、あのまあそれが人徳であり人格であり品格というようなことで、私自身はちょっとまあ今思っております。まあそれがやはり ね、少林寺憲法で言うんであれば自己確立自他協楽力力合不赴のこの3点このキーワードを3つがですね大きなポイントになるんじゃないかなと思いますこちらは私は講義の中で少し展開していきたいなとそのように思っています、えー、それと今度「五心連単」これは、えー、私の頭ではですね2つに分かれますね「御と「連単」ということで分かれるんですね、えー、五であれば えー、誤信の、まあ、もちろん技術我々は、えー、攻撃技相手を単に痛めつけるという意味のことではなくて自分の身を守る技術であるということ誤身の技術であるということなんですねですから誤信というものが出ておりますそして、えー、実際に技があれば自分を身を守る他人を守れるように自信、えー、技が使えなければいけませんでそれが自信につながっていくということですね。それと ここのの技はは使えるるでで最も大事なことが私は2点あるんですねやはり、えー、できたら終始工事ですねまあ状況にはよりますけどね自分からまあ、えー、相手を取り押さえるとかねまあ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 取りやすいのはあのーえー、とまあ先手になるんですけども基本的には相手が何かやってきてるいうことなのでねっ終始工事と、ね、いきなりとついたりはしませんそういう人あと不殺活人前はね 不殺負不が言ってますから大事なのはね繊維を喪失させることですもうやらないかだいいかっていうように繊維を喪失させるいうところが大事なことなんですよそれで技が使えるでそういうふうになれば、ね、自信につながってここで連炭ですね動じない精神力平常心という、まあ、これにつながっていくと思うんですね。ですから えとここで言えるというのはですね私が言いたいのは技術の中で、ね、今持っているものがいかに状況に応じて使えるようになるか研究しようじゃないかと,、ねえー、とさっき言いました、えー、変化、ね、応用と変化の方にやっぱりやっていかなきゃいけないどんな状況でも使えるように研究しなきゃいけないと私自身はそう思っております。ね、それをなることとによっって自、えー、自分自身がしっかりと ね、平常心を持って、ね、どんなことにも動じない心に精神力につながっていくとこういうふうに思うんですね。そこであの、えー、皆さん、えー、ちょっとこう、えー、話を変えますけども、えー、皆さんは、えー、技の習得を一生懸命、ね、道場で修練してます。えー、と,ところがあの試験を受けるっていう話になった場合ねあの 何月何日に昇段、えー、するあるいは特殊受けます4段受けます5段受けますっていう話になると、まあ、もちろん試験に向けてね技をしっかり覚えなきゃいけないということだってありえますし、ね、だからそうなればですねあの、えー、たくさん少林寺憲法の中に技があるんですけどもここで技がとにかくね えとなんとか何、えー、ていうか、えー、技を知っている、えー、技がな,なんとかできるこれはこうするんでしょあこ,こ,れこれはこうやって、えー、持たれたらこうやる技やねって言って、まあ、確認したいだとか、まあ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 、技をよく知ってるとか、えー、技がまあなんとか、まあ、最後までかぎ手から片目、えー、までなんとかできるとあこの技は、まあ、知ってるよというような感じには 皆さんやっぱりなっていくと思うんですね,ねあの練習の中で。で、ねね、でもなんていうか皆さんそ,そのところで終わってるいうことないでしょうかね、えー、例えばん、えー、でしょう逆後手や逆ごとで倒せると終わって、まあまあ、変化技で、ね、外,外巻き天秤できるとかあるいは逆手投げできるってこれ一つの流れの中で技をこうやっているというようなことなんですよね。 でよくそのまあ技を僕は知ってるよっていうレベルなのかそれが実際使いこなせるようなレベルなのかっていって私があのここで、えー、とこの研修会で,です、ね、オンラインの講習会で取り上げていきたいのはそういうふうに技をですね、まあ、一つは どんな状況にでもパッとこう変化して使えるように持っていきたいなとそういうふうなのを提案していきたいんですね応用していくこういう場面でもこうやって使えるんではないかなとか、ね、要は何ていうか、えーまあ、身で言うんであればですね木の実とかいう身であれば熟すということですね技,を技が熟すというようなところまで持っていくのか それとも技が熟さないようなまあまあ柿で言えばあなんか実がちょっとなったようなところで終わるのか、ね、食べられるような熟したところまでいくのかで私は、ね、技をなぞってなんとかまあできるとかなんとか知ってるっていうことではなくてその技をいろんなところに展開できるところまで掘り下げていく、ね、こういうふうなあの、えー、とことをですね 私はいろんな角度から提案していきたいなと思うんです、ね、ですからさっき言ったように探求していきながら応用変化につなげていきたいなとそういうのを持ってますでここで2つ考えられることが1つは技そのものの形まあ、動きですね,ね逆手投げなら逆手投げねそういうな天秤なら天秤巻天秤なら巻天秤というそういうふうな形そのものが 別ななこととでで使えないだろうかと思うか思んですね送りご手から、ね、送りの薪天秤いなその薪天秤そのものが10法だけでいいのか5法の中で何とか使えないのかというような感じでやっていくとその技の形がいろんなところで展開できるんじゃないかなと、まあ、そういうふうなこと例えばの話ですねそういうふうなことを展開していきたいなとでもう一つは理論理屈はですねこれもちろんのこと適用しなきゃいけないのでね これもやっていきたい例えば物というものは規定面から重心が外れたら倒れますよ人間だって同じですよっていうことですよねそしたらその,その理屈はどういうところにもっともっとこうなんていうか応用できるのかとか、うん、あるいは、えー、と受けそのものは角度処理ですよねって言ったその角度処理はどういうところでもっともっと展開できるのかで前にも言ったように受けそのもので言えば触れる触覚因の大事ですよねその触覚犬のどういうふうに もっと扱っととたいいいのかとかううような感じでね理論そのもの理屈そのものね原理そのものをどういうふうにして形の方に活かせるのかと展開できるのかとまあこの2点が私はあるんじゃないかなと思います。でええこのえオンラインの研修会ではその部分をしっかり触れていきたいなとそういうふうに思ってます。だからえとこの オンラインの、えー、今回の後期の講習会は、えー、有段者が、えー、習うような内容であったり時には指導者の先生方が、あのー、参考になるような内容であったりとかそういうことにな,なるとは思います。ただあの休憩だだ休かから、えー、見慣れだから見、えーえー、いとこっていうようなことも、まあ、もちろんありかと思うんですがでも。 今の時点でどういうふうな技がどうやって展開されるのかっていうことを知っておくいうことも私は大事なことだと思いますのでですから是非皆さん、えー、資格は関係なしにですねこのオンラインの方の講習会をあの受講してもらいたいんですね、えーで。今こうやって講義をしてるんですけども、えー、今は受講されてる人だけになっていますのでできれば皆さんの周りの人に、えー、資格はもう別ですよ。 いろんな方にです、ね、声をかけていただいてこのオンラインの講習会に入っていただくと、ね、この講義の方やあるいは技術もですね後々何回も繰り返して見れますから途中で入られた方もそうやって見れますのでですのでぜひ多くの方に声をかけてオンラインに参加するように受講されるように呼びかけしていただきたいなとそういうのを持思っています。そしてこの後期のオンンラインですね えと私だけではなくて前期と同じようにですね川島会長それと志村指導員新井翔司指導員、えー、特にこの3名の方には出ていただきたいなとそれとですねもう一つここに書いた「健康増進」のところで健康プログラムここはあの東京の方の職員である村瀬指導員にあのこの健康プログラムはやっていただきたいなと。 そういういのを持っておりますで、えー、とまず技術の方はこのテーマでもうあの先生方には呼びかけております。方形をしっかりと指導していただきながらその方形がどのように自分なりに展開していくのかどのように変化を応用していくのか、まあ、そういうふうなです、ね、自由なところのテーマも、えー、と3名の先生方にはお伝えはもうでにしておりますので、まあ、楽しみにしていただきたいなと、えー、そういうふうに思っております。 えと我々、えー、講師ですね、えー、川島会長、えー、志村指導員新井庄司指導員、えー、そして村瀬指導員とそして私、えー、とこの、えー、と講師陣でですねしっかり頑張ってあのこの講義やっていきたいと思っております、えー、とこの講師一同、えー、受講していただいている皆様に対し 本当に受講をしていただいて感謝するとともにですね一度、本当に全身前例を持ってですねこの講習会に挑んでいきたいと思いますのでぜひ皆さんえ楽しんでいただきたいそして、機会あればえと道場で十分に活かしていただいてそして、みんなの向上自分の向上に役立てていただきたいと。 そして先ほど言いましたように、できるだけ多くの方にこの講習会に参加していただきたいので、呼びかけもしていただきたいなと、そのように思っています。えー、ぜひ、えー、後期の講習会、えー、始まりました。えー、3月の、来年3月の、えー、最終の金曜日までの配信になりますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。それでは、えー、これから始めていきます、えー。よろしくお願いします。ありがとうございました。